何年か前にあった怖い話。その時、俺は地方大学の学生で、同じ科の連中とグループでよく遊んでいた。たまに混ざる奴もいて、男は4人から6人で、女は4人。一人暮らしの奴の部屋で集まって飲んでいると、よく階段をしたがる女の子がいた。決まって嫌な顔する子もいて、その子を A とする。こっちの A が俺とかなり仲が良かった。階段好きな女の子を B とするが、B も別におかしなことかではなく、階段も体験談ではなく、ネットで面白い話を仕込んできてんじゃないか、みたいな怖い話をする子で、本当は幽霊とか信じてなさそうだった。むしろ A の方が見えるんだと言ってて、A はいつも B を避けている感じだった。二人で遊ぶとかは絶対ないし、グループでも距離を空けたがっている雰囲気で、俺とあと一人、 A の霊感を聞いて信じているやつ C は、本当に霊感があったら遊びで階段するなんて嫌なのかもしれないと思っていた。ある日、 B と仲のいい男の一人が心霊スポットの話を仕入れてきた。車で30分ぐらいで行ける場所にあるそうで、B も他の連中も面白がって、その場で肝試しツアーが決定した。今は来てない他の連中も呼び出そうということになり、俺は A に電話した。俺自身は行く気だったけど、A は来ないだろうなと思い、これから心霊スポット行くってことになったんだ。ただ、肝試しだし、他にも来ない奴はいると思うし、と言った。そしたら A は遮るように、それって、なんか大きな空き家のこと？そのあたりで肝試しって。ああ、そう。その家の裏になんかあるらしいから。よした方がよくない？てかやめなよ。誰かの家で飲んで階段したらいいじゃん。わざわざ行かなくても。よりによって A に階段話を勧められて少し驚いたが、仲間たちはすでにノリノリで準備中。いやー、みんな行く気だし、A は気が進まないなら今回は外していいと思うけど。すると A は少し黙って、 B は行くの？行くよ、一番やる気満々だし。そうなんだ。じゃあ私も行くからちょっと待ってて。たまげたことに A は本当に来て、 B と一緒に車に乗った。結局来れない奴もいて、総勢6人で1台のワゴンに乗って出発した。B は少し KY なところがあって、A に距離を置かれているのもあまりわかっていないらしく、車中で初めは面白そうにおしゃべりしていたが、すぐにあくびをし始めた。バイトとかで疲れてんのかな？眠い。眠そうにつぶやく B に A が、寝てなよ。着いたら起こしてあげる。ありがとう。ごめん、少しだけ寝る。B は運転している奴に断ってうとうとし始め、
A は黙って窓の外を見ていた。で、ついてからも B は起きなくて、もはや完全に爆睡状態。寝かしとく？と、俺たちが顔を見合わせたら A が、連れてくね。後で怒るよ、置いてったら。と、B を担ぎ起こして、強引に車から出したんだ。仕方ないから C が背負ってやったんだけど、A は B の手を掴んでいて、他の車の奴らが降りてきたら、一番先頭に立って歩いて行った。そこにあった古い家は、本当に不気味な空き家で、みんなは結構盛り上がって、うわぁとか言ってた。B は起きないまま、A は B の手を掴んだまま。いよいよ本番で家の後ろに回ったら、何かポツンと古井戸みたいなものがあった。近寄って覗いてみると、乾いた井戸の中に小さな和式の人形の家みたいなものが見えた。なんだ？と、一人が身を乗り出したのと、A が、下がって！と叫んだのは、ほぼ同時だった。覗いた奴が、ビビって体を引っ込めた。そのすぐ後に、カシャ！だか、ズシャ！だか、何か金属っぽいような、小さな音がした。下がって、こっち来て！ A がわめき出すまでもなく、なんだかすごく嫌な感じでいっぱいだった。カシャ、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 と、変なジャリジャリした音がどんどん増えながら来るんだ。そのわけのわからない井戸の中からこっちに向かって。逃げたいのに体が動かなくて、横を見たら仲間もへたっているし、音は近づいてきて姿は見えないけど、絶対何かいたと思う。もっとこっち来て！ A が怒鳴りながら俺の手を掴んで何かを掴ませた。俺が掴んだのを見た A は、今度は少し横でへたっているやつを必死で引っ張って、また何かを掴ませている。よく見たら、俺が掴んでいるのは B の右足。さっきのやつが掴んだのは B の左手。B の右手は A が掴んでいる。C は相変わらず B をおぶっている。A は B から手を離さず、必死に他の仲間を引っ張り寄せていた。その後のことは、いろいろとよくわからなかった。ただはっきり覚えているのは、気がついたら目の前に何かがいたこと。白いんだか、グレーなんだか、透明なんだか、煙なんだか、人影なんだか、よくわからない何かが俺たちの前にいた。ちょうどそのあたりから、カシャ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 、ズシャ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 、みたいな金属音が耳いっぱいに響いてきていた。いや、こう言うとその煙みたいなものが金属音を立てていたみたいだけど、そうではなかった。俺たちは何か人影みたいなものの背中を見ていて、
そいつが見えない金属音のやつとぶつかり合って止めている、そういう光景だった。みんな動ける？逃げよ、早く逃げよ。 A が叫んで、俺たちは必死で体を動かして車へ向かい、なんとか乗り込んで逃げ出した。 C がハンドルを握る車の中で、俺が振り返った時、もう何も見えなかったけど、金属音だけは結構長いこと耳に残っていた。その後、結局帰り着くまで熟睡していた B に、何も出なかったから起こさなかった、と説明して帰らせた後、みんなで震えながら明け方まで飲んだ。数日後、A を捕まえて経緯を聞いたら、げんなりした顔でいろいろ教えてくれた。あの古井戸がマジで危ない本物だったのは予想通り。家の正面にいる分には大丈夫だけど、裏に回って井戸まで見たらダメ、とのことだった。問題は俺たちを助けてくれた妙な影のことなんだけど、A はすごく嫌な顔で、あれは B の、なんていうか、ついてるものなの、と言った。A が B を避けていたのは、嫌いだからじゃないそうだった。ただ、B にまとわりついているものがいて、それがすごく強くて、薄気味悪いものだったらしい。で、はじめは B に取り付いている霊か、と考えたが、どうしても違和感があったらしい。ある日、B から出てくるそれを見て、不意に気づいたんだそうだ。それは、B の中にいるのだと。B があれのいる世界につながってて出入り口になってるのか、それとも B 自体があれの住む場所なのか、どっちかだと思う。 A もよくはわからないようで、とにかくそれは B から出てきてまた戻っていくんだと言っていた。他の霊的なものは全部 B を避けるそうで、多分あれのせいで近寄れないんだとも言っていた。あれは私たちを守ったんじゃないし、 B のことも大事だとかじゃないと思う。ただドアとか家が壊れたら困るでしょ。だからなんとかした方がいいのかと思っても、 B は本気では霊を信じてないようだったし、普通の幽霊じゃないから払えるとも思えなかった。だから放っておいたけど、自分は近寄りたくなかったんだと A は言った。ただそれが B を深刻な危険から守っているのは知っていた。そしてあの日、俺たちが本当に危ない場所に行くと感じて、止められないなら B の中にいるそれに守ってもらうしかないと考え、ついてきたのだという。あれが守るのは B だけだからね。少しでも離れたら、井戸から来てた方に疲れて、人生終わってたよ、みんな。言われて、背筋が寒くなったのを紛らわそうとして。でも、なんだろうな、B についてるのって。結構良くないか？結局、守ってくれるんならさ。
そう言うと、A は羨むような、蔑むような、複雑な目を向けてきた。あのね、お腹に住み着いた寄生虫が、孵化するまでは守ってくれるって言ったら、それって嬉しい？なんとなく言いたいことがわかった。B に救っているものは、とにかく自分だけの都合で B の中に居座ったり、顔を出したりするわけで、ひょっとしたら B から何かを奪ってるのかもしれないわけで、いつか自分の都合で B をぶち破って出て行ったりするかもしれないわけで、その時には周りにも影響するかもしれないわけで、しかも B は本気で何一つ全く気づいていないわけで、ほっとくしかないんだよね。そう言って A はため息をついた。井戸から出てきた方もすごかった。神様が最悪の状態になったみたいな感じだった。波の霊能者とかじゃ負けちゃうだろうって思うくらいのやつだった。あんなのと渡り合える B のあれも、どうせ何やってもどうにもできない。それから時間が経って、俺も A も B も社会人になった。ふとこの頃のことを思い出したので、お話ししてみました。ちなみに理由は B から連絡があったから。結婚した上、子供も生まれて元気にやっているそうです。A に電話してそう言ったら、 B が寿命になるまであれがおとなしくしててくれたらそれが一番いいよねと言っていたところからして、 A は B が今もあれを背負っていると確信しているようです。普通の例と違う。そして人間の中にいる何かって何なんでしょうか。いや、井戸の底から聞こえた金属音も気になりますが。余談ですが、B は階段とともに時々、本当の霊体験がしてみたい。一度もないんだよね。と言っていました。肝試しやら、こっくりさんなどを試してみていたようですが、全敗らしかったです。後に A が言ったところでは、無理だと思うよ。あれは B 本人には見えないようになってるみたいだし、他の幽霊は霊感のあるなし以前に、全く何も B に近づかないから、井戸のあの音はちょっと普通じゃなかったから近づこうとしたんだろうけど、だから B のあれも B を眠らせて全力でやったんじゃないかな。これは想像だけど。そういえばあの夜は A があれだけ叫んだのに B は目を覚ます気配もなかったなぁと思いました。なお、俺は、それより前に、B が雑談で、家で一人でこっくりさんしたけど、反応ないし、眠くなってそのまま昼寝しちゃった。ああいうのってなかなか成功しないね。と言っていたのを聞いた記憶があります。いや、成功してたんだったりして、というか、だとしたら、その時は何が来てたんだか。